私の力がどんどんあなたを追い詰めていくわよ。六感を奪う暗闇、冥府暗殺不和の号、死神の大釜、これを退けれるものなら退けてみろ。古代の王の一番厄介な能力だ。これは私でも苦しい。早く手を打たないと、暗闇が溶けた時には手遅れ、なんてこともある。とりあえず全範囲攻撃で術者を叩くか。まだ溶けてない。くそ、考えたな。広範囲攻撃が当たらない距離を空けたってことか。暗闇に入って10秒そろそろまずいな。食うか、暗闇。暴食、捕食。よし、まだ軽傷だ。冥府暗殺不和の号、厄介な能力だ。これが続く限り私から攻めるのは難しそう。仕方ない、釜も食うか。捕食。返すわ。嘘、私の能力の大釜を投げ返した。あなたの力を全部退けたわ。ゴーらしくない、肉弾戦なんて好まないくせに。そんなの、もう私に後はありませんって言ってるようなもの。うるさい、それでも私がやらないと。今のお前なら食べたらきっとかなり力になるだろう。そのまま食べてやろう。まずいぞ、吸収するつもりだ。これ分は他の体力も持たない。離れて雑魚出てなければ。引きつく認識、大黒炎魔。聞いてない。それはそうだろう、今の私と幸運には2000万以上の戦闘力差があるんだ。1万でも空いたら致命的な戦闘力を2000万も開けたらそもそも戦いにすらならない。よっぽど相性がいいか、よっぽど相手を出し抜く大技でもない限り、1対1で勝つのは不可能なんだよ。そ、ここまでやったのも勝てないのか。我が名乗りについていたなら第2回方まで出てたか。大阪から力を無理やり名乗りに貸している状態でこれ以上の上昇は不可能だ。ここまでか。なあ、俺の名、千傑という名の由来、教えてやろうか。俺は血を操る能力を持っている。わかるか、俺相手に血を流したら最後、どんなに不利でも状況は一変する。俺は冥界でこう言われていた。冥界で最も危険な王、と。なんだこれは、なぜ血が溢れ出る。てめえは一体誰を敵に回したかわかってないみたいだな。なんだと。ちゃんと覚えて死ね。俺は六冥王、第四王、千傑。冥界で最も残虐で最も恐れられている。冥界の王だ。それがどうしたっていうの。お前は意外とバカみたいだな。以前の俺との戦いで何も学ばなかったのか。以前は。今のは少し驚いたぞ。さっきも聞いたが、やはりお前は手を操る能力じゃ、か。そうだ、さっき巨大化してた時も食らったじゃないか。ネクラマ指定度くらいにしか考えていなかった。俺は血を操る、つまり今お前から出てる血を体内から全部吸い出すなんて容易なことなんだよ。そ、これは何気に一番ヤバい。早くこいつを始末しなければ。くたばれ、六名王。もう、最後のチャンスかもしれないんだ。絶対に離さない。千傑ちゃん、最後までやって。そ、離せ、離せ。絶対に離してたまるか。そ、そ、こんな奴らに離せと言ってるんだ。うわぁ、やめろアンゲン、そのままだとお前が消滅する。構わないよ、友倒れでも私は構わない。ここで必ず、こいつを、あ、いけない。前が、見えなく、あと、少し、なの、に。離れた。逃がすかよ。よけい。いけない。気絶してた。勝負はどうなった。お願い。二人とも無事でいて。二人とも。ああ、起き上がってこれたか。悪いな、アンゲンの容態を確認をしたらそっちに向かうつもりだったんだ。いいよ、それで敵はどうしたの。逃げられちまった。あいつ、俺が攻撃するって分かっていたから俺の攻撃を受け流して、そのまま逃げやがった。でも、あんな格上相手を退散させたんだからよかったよ。ごめんなさい、私があそこで気を失わなければ。むしろお前はやりすぎだ。あそこまで無茶する必要はなかったんだ。お前は前から思っていたが自分の価値観を分かってなさすぎる。お前がどれほど冥界に必要な存在か。ごめんなさい。お前の生き様にケチつけるつもりはない。だけどこれだけは言っておく。取り残された方の身にもなってみろ。
お前の生前、そして今もそうだ。お前が消えたら悲しむ奴がいる。本当に大事ならそいつらを悲しませるな。自分なんて、で終わる命なんてどこにもないんだ。心に刺さるな、その言葉。でもよかったじゃん、みんな無事だったんだし。そうだ、二人とも、絆押すからこっちに来て。いや、俺たちはいい。お前は自分の分だけ治療してくれ。でもそんな怪我じゃ。いいんだ、俺と案件は明快に変える。どのみちこの状態だと次は必ず負ける。それにお前にはまだ目的があるんだろう。なら無駄に霊力や体力を消費する必要はない。そう、それじゃあ私は先に行くね。なあ、いいのか。ずっと俺が口出すことじゃないって思ってたんだが。いいよ、私は、大花ちゃんたちがこれから先、しっかり生きてくれたら。バーカ、やっぱりお前の内側はババアだな。そんなもの、関係ないだろ。別に、自分は実は四季家のご先祖です、なんていう必要なんかないだろ。え、じゃあ。ただ、頑張れ。って伝えたらいいんだよ。それがつながりってもんだ。先決。立てるか。でも大丈夫。大花ちゃん。これから先、きっとたくさん苦しい思いをすると思う。でもその分きっと楽しいこと、嬉しいこと、いろんな幸せなことがきっと待ってる。だからこそ、あなたたちは強く生きてほしい。生き抜いてほしい。だからこれは私から、この先の未来をつなぐあなたに送るエール。頑張ってね。ありがとう。頑張るよ、あんちゃん。やよい、お前の気持ち、ちゃんと我に届いたぞ。いってらっしゃい、大花ちゃん、けんちゃん。たく、寝ちまったか。悪いな、絶。お前の肩が取れなかった。だがこれからの冥界は任せろ。俺たちがちゃんと守ってやるよ。六冥王の王よ、安らかに眠れ。よし、これで傷の換気は完了っと。やっぱりここ最近体力ついたな。大玉に、守護点火、そして治療。ここまでに式第2回砲を2回、本来なら疲労で倒れてもおかしくない。たった2日とはいえ、メリアちゃんの特訓が効いたんだな。さて、せっかちゃんとメリアちゃん、カナメくんの方も心配だけど、嫌な気配はしてないし、大丈夫だよね。ロカちゃんはきっと大丈夫、あの子は私たちより強い。結果お姉ちゃん、今どこにいるのかな。さあ、早くせっかちゃんたちのところに戻らないと。もう大体7号付近かな。そうですね。今のせっかちゃんのペースのおかげで予定より早く頂上に着きそうです。7号付近でも月下お姉ちゃんの気配、感じないね。最悪、やられたと考えた方がいいかもしれない。敵はそう甘くはない。そういうことだよね。はい、大花さんも来てる気配はない。この環境の中で気を失い続けたら命に関わります。私、どこかで間違えたのかな？メリアちゃん。月下ちゃんを先に行かせて、行方不明。ロカちゃんを置いて、生存不明。大花ちゃんも同じく生存不明。カナメさんは打点の力を暴走させて、負傷。結果、今残ってるのは私とせっかちゃんだけ。みんなちゃんと頑張ってるよ、信じよう、メリアちゃん。私、ご主人がいないと不安なんです。あの人のそばにいたから、しっかり者でいられた。あの人が、私の全てなんです。知ってる。確かに生まれてからずっと一緒だった人がそばにいなくなるとすごく不安になるよね。私だって、大花が私のそばを離れたらって考えたらすごく不安だよ。パパも同じ、だからこそ、取り返しに来たんだよ。せっかちゃん。メリアちゃんはパパの専属品なんでしょ。弱音なんて吐いちゃダメだよ。私だって、メリアちゃんみたいに専属品っていう強い絆が欲しいよ。せっかちゃん。専属品はそんな生優しいものではありません。ご主人に一生、ご主人が亡くなるその時まで永遠にそばにいるという誓い。せっかちゃんはその誓いを誓えるのですか？誓えるよ。もう私にとってパパは、大切な存在なの。だから今私はここまで来た。そう。せっかちゃん、参りました。あなたがそこまでご主人を思うのなら、その証が壊れる日も近いでしょう。でもせっかちゃんなら専属品でもいいかなって思っている私もいる。おかしいな。最初はあんなに反対してたのに。これがせっかちゃんの魅力なのかな。どうしたの？メリアちゃん。嬉しいんです。わかりました。せっかちゃんに教えます。その石に隠されたご主人のメッセージを。
ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。